高道の答え、第1試合6人タッグマッチ、20分一本勝負、はい、本当にそう思ってます、はい、いや、もう自分のことがいっぱいですさあ、第2試合でございます。リッキー・ウジ・トラウジェシのワンマンクルー対柏大五郎、朝日氏のワンタッグマッチ。さあ、我らのワンマンクルーさん、はい、全部ケーキさんじゃないの、津田沼の津田沼じゃないの、こっち側です。こっち側、はい、ケーキしちゃった。そうなんです、ほらほら。それでケーキさんに乗ってもらって、はい、道場にジムの器具を持ってきたんですよ。はい、道場めちゃめちゃトレーニング器具なんですよ。ありがたい、めちゃくちゃありがたい。トレーニング器具は多ければ多いほどやはりいいものですけど、まあ充実するんでね。あ、あらあら、ということはもうこれからはじゃあロックンローラー1本でやるってことですね。あとロックンローラー、はい、1本でロックンローラーのみです。はい、あ、そうだ、あ、そうか、忘れて、はい。この俺が頭を使ったレッスンを、我らがワンマンクルー、あれですね、はい、僕の記念すべき10周年の最初の相手ですから、ね、あ、この体型で最初の相手を務めたと、はい、はい、10周年、まあ特に記念試合とかでもないんですけど、ただ普通の計3000だったんですけど10周年節目の相手がワンマンクルーと一緒。それはワンマンクルーさんもこれはタッキーの10周年だからみたいなことを思って向かってくれましたか。いや、もうそんなの全く分かってない、知らない柏さんが入場するんですか。そうですね、朝日さんの入場じゃないですかね。頭を使ったプロスリーして3人が入る。ふわくっちゃふわくですからね。さらにラビリンスといえばラビリンスですから、ね、ラビリンスか、ラビリンス感はある。全然この3人が来るときに違和感がございませんね。まあふわくのラビリンスでアラフォータクトですね。アラフォータクト、そうです、そうです、はい、はい、吉田選手を除いてはアラフォータクト、そうです、はい、ちょうどいい、ちょうどいい年齢に関しては触れないようにいたしますノーコメント。さあ、この6人タッグマッチでございますけど、先ほど滝沢さんおっしゃっておりましたけど、ワンマンクルーと、バンビさんの、真っ向勝負が楽しみだと。なんだか人のせいにするんですか。私はそういうこと言ってますが、滝沢さんがそのように言っておりました。みんなが楽しみにしてると思っただけですしかしこうやってみると柏さんがすごくなんかスマートに見えますよね。スマートですね先発はその柏大吾と小倉口一郎です。小倉口さん、ホラグチ君はあれですよ、はい、桜が咲いてるっていうツイートをしただけで代表がめっちゃ切れる。なんで怒ったんですか。桜が咲いた、桜が咲いてるっていう、桜が咲いてる、桜が咲いてるっていう、その夜の桜の写真を載っけただけで、それ代表は何だっつって怒ったんですか。何がしたいんだてめえはという、あ、何がしたいんだコラと、はい、ツイートでめちゃめちゃ紙面を飾ってコラと言ってました。何コラタココラ、何コラタココラと、はい、夜桜の写真をツイートしただけで、そうなんですよ、別にええやんって出てますけど、僕もそう思います。別にいいんじゃないかなって。そんなとこまでチェックしてもね、すごい怒るんです、切れるんですよ、ちゃんと意味のあるツイートをしろと。ああ、そういうことですね。そうですね、そういうところまでこう解体同時に管理されてる会社の、管理されてますね。いや、そんなことはないと思うんですけど、なぜかそのツイートだけめっちゃ過剰反応しますよね。石の居所が悪かったんじゃないですか。ザック・セイバー・ジュニアが岡田和司に負けた日とかそういう日だったんじゃないですか。どうだったっけな。そういうのちょっと前じゃないですか。前、なんだろう、今代表に聞いてみよう。聞いた方がいいですね。聞いてみよう、それはちょっと気になる。おー、これはいいですね。また先にそこからこうピョーンと飛んでのヘッドロックに行きます。おお、そしてタッチ、朝日白にタッチでございます。
王に言いましたね。さあここは洞口アタッチするでしょうか。おワンマン来るわ。出た。俺が行くと。さあ来ました来ました、ワンマン来る。来たぞ。なんだその注目度の高さ。183センチ、127キロっていうプロビーなんですけど、どう見ても127以上ありますよね。あります。135はあるんじゃないかなという気がいたします。35歳。35歳ですよ。結構いい年。この方のプロフィールはですね、インターナショナルプロレスラー、ラッパー、アクター、ディレクター、ミュージシャン、ミュージックプロデューサー、ミュージックプロモーターっていうのがこの人の肩書き。すごいな。たくさん職業を持ってるんです、この方。先ほどの脇田選手がプロレスと広告マンの二足のわらじじゃまだ足りないんですよ。足りないですね。何足入ってるんですか。もう一回言います。プロレス、ラッパー、アクターだから俳優で、ディレクター、ミュージシャンで、ミュージックプロデューサーとプロモーター。7個、7足足りないです。7足のわらじを履いてる。下駄箱や。下駄箱ですよ、ね、本当に。おお、確かに7つの職業を持ってるような格好ですね、今ね、うん、重みが違う、重みが違う。あれです、会場でピザとコーラ飲んでました。そういう体験してる。ピザとコーラで養ったから。お、来たぞ来たぞ。さあ、デーンコロシアムの再現。よし、あ、聞いてますよ。シンプルなデーンコロになってる。おー、さあ、アンドレが、あー、不沈感が、さすがにいい線いくのよ。不沈感が崩れました。さあ、大巨人がこれある、ブレインバスターにも軽々と壊れないですか。いや、本当これ壊れますよね。ビッグショット、ブロックレスラーみたいに壊れる可能性。ああ、しかも2人ともすげえ。バンさん1人で投げるよりも今軽々と投げましたね、2人の方が。すげえ、コーラとピザだけでこんなに力つくもんなんですか。そうなんみたいですね。へえ。さあ、2人がかりで、そこに朝日選手がなんか乗っかってありました、ね、どうすんだどうすんだ、なんだなんだなんだ、あ、ショルダースルーのようにしてなんとか持っていこうといけない。3人がかりでも持っていけません。お、せーのって言ったんです。全然合ってない。せーのが全然合ってないです。あー、朝日選手が腰痛持ちやから。しおりさん腰痛持ちなんだ。腰痛持ちなんですよ。腰痛持ちがショルダースルーやっちゃいけないですよね。ダメですね。それは痛風がトーキックやっちゃいけないのと同じですよね。ここでロックンローラー出てまいりました。じわっとスイッチが回される。おお、右、はい、届いた。さあ、耐えてる耐えてる。ああ、倒れないように耐えていたんですが引いておりました。そして十字チョップ。おお、これを止める。おお、そしてもう一回こうなってシスが、お、これはキャッチして、まさかまさか、やばい。あー、ロープに、トップロープに足をかけ取りました。さあ、コーナー上でラウン。さあ、もう一回耐えてる耐えてる。リッキー富士、さあ、クローズレーンをかわし、スルードン前をキャッチする。そしてここからブレンバスターを狙う。リッキー富士、おー、対空時間長い。なんかバンビさんが砂浜で撮影するグラビアアイドルみたいな格好してますよ、バンビさんが。ほら、本当だ、寝そべっております、横たわっております。打ち上げられた。いやいや、違う違う、そんなことは私は言っておりません。あくまでもグラビアアイドルです。タマちゃんじゃないかな。タマちゃんって言ったんです。懐かしいな、タマちゃん。人がブレンバスター対空時間つけてる間に我々は何を喋ってるんですかね。サービスショットって言ってくれてますよ。さあ、そして今度こそ神風を。あー、ロープを掴もうとしたんですが一瞬遅かった。さあ、そしていい形で洞口後ろにタッチ。まずはそばっと、そしてシザースキック、かかと落とし。攻めろ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 と、その指示が果たして耳に届いてるかどうか。届きますかね。僕、何を投げろ。ジャーマンスープックスを狙うが、ここだ、リバースで鶴の前に。そして柏大悟のタッチ。あの鶴と、はい、あ
のサンティーノ・マレラのコブラはどっちが先なんですか。しおりさん曰く自分の方が先だって言ってたような気がする。そうなんですか、はい、すげえな。いや、ほんまそうだし、ね、サンティーノ・マレラの方が遠いだったんですよ。あー、無知だ無知だ。あー、これはその筋の人にとってはたまらないものだ。下からドン。そして、おー、フライングネックブリカー。いいやつだ。いいフライングネックブリカーですね。橋田さん、こんな飛べるんですね。橋田さん、今の高かったですよね。結構飛べるんですね。お、バンビさんが、右に。さあ、孤立してしまいました。浦口義弘。ここは自力でピンチを出しなければいけませんが、スマートとシーズンにフロントキックが待っていた。もう一回行く。今度はこれをキャッチ。しかし回し切りが飛んできた。スピンキック前のめりに倒れました柏大五郎。お、なんか指示を出しております。よし、ワンマンギャグ。ワンマンギャグが来た。ノロ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 と。ワンマンギャグ。ワンマンギャグじゃねえや、間違った。ワンマンギャグ今本当に間違った。ワンマンギャグだ。懐かしい。ワンマンギャグじゃねえや。おお、フランケンシュタイン。52歳のフランケンシュタイナー。そして、あー、ワンマンギャグ。ほら、きついぞ。こうピザで作った肉体でピザプレス。おお、そしてランニングしてのビッグブリ。ガチガチガチ。ああ、最終のカットが間に合う。しかしここはチャンスですね、ホラム選手。聞いてる、はい、聞いてる。非常に苦しげな表情してますか。柏技。なんだろうあれ。めっちゃ聞いてる。喉に餅が詰まってる。おお、しかし、おお、切り返す。おー、ああ、なんと丸め込みだ。なんと、ああ、顔面叩きつけるかと思ったら今丸め込みでしたよ。うまいなー、柏さん、うまいなー。これが頭を使ったプロレス。いやー、これは裏を書かれたわ。8分36秒柏クラッチ2。柏クラッチ2。あ、ワンはどんなもん。ワンは、まあ、あ、全然違う技だ。1と2が全然違う技だ。今のは柏クラッチ2という技だ。本当に頭使いました。本当に頭使いましたね。サイコロジーですよ。なんならあっちの、あっちのヘッドバットの方の頭使ってないですか。ヘッドバット出さなかったらそういえばね。これがやりたいなため、この方はもう何十年もプロレスやってるんですね。すげえな。いやー、容器が光りました。ございます。